381系電車は、日本国有鉄道が1973年から1982年の間に設計、製造した、新四式の直流特急系車両である。国鉄分割ミニエーカー後は、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道に承継された。日本の鉄道路線は、地形上の問題から、勾配や急カーブが多く、 出力の増大によるスピードアップには限界があった。そこで国鉄は曲線通過速度を向上させることを目標に1970年に新四式電車5 9 1系を試作し各種性能確認試験を行ってデータの集積を行った。5 9 1系での試験の結果 曲線通過時の遠心力で車体を傾ける自然振り子方式を採用することで曲線区間を従来より時速 20km 速い速度で通過でき大幅なスピードアップが可能であると確認されたこの試験実績をもとに営業列車用の量産車として1973年5月に登場したのが381系であり同年7月10日から 中央本線特急、シナノに投入された。その後、1978年に、半和線、規制本線特急、黒潮、1982年に、白尾線特急、ヤクモにも投入され、計277両が製造された。形式番号は同じくアルミ合金製車体を持つ 301K に準じた300番台の、 直流特急系電車として381系となった。この節では新生児の構造について述べる。アルミニウム製車体ながら車体塗装は特急色とされた。新車両に必要とされる軽量化と低重心化を図った車体構造となっている。車体は軽量化による大圧の低減と乗り心地、工場、地上設備の投資抑制の観点から、 アルミニウム合金成果前体を採用した。床下機器搭載による低重心を測るため、国鉄の電車では初めて全長を14、軽脚車などと同じ新基準の21300ミ、mm、リメートルとしている。新紙作用による車両限界への抵触を防ぐため、1 8 3系に、 比べて、車体下部の裾絞りが大きく、大枠上面幅は 2600mm となっている。側窓の傾斜角度も591系試作車と同じく3.5度とされた。アルミ製車体だが、外観は183系など、他の中高特急系電車と同様に特急色で塗装されている。車両番号は、ステンレスの切り抜き文字で表記されている。 運転台は、運転士の視認性を重視して183系0番台車や485系200番台車などと、同様、電気釜と呼ばれる高運転台形状とし、将来の分割併合を考慮して、貫通型としたが、後に非貫通型とされた。戦闘車前面には、相性表示幕の上に、特急のシンボルマークが設置され、側面には、 ステンレス製のジュニアマークが貼られた。183系と同じく、強小断面トンネルが存在する、中央本線高尾伊勢への入線対応から、運転席上の前、明かりが省略されている。重心を下げるために、重量物である冷房装置は、床下搭載としており、屋根上は、パンタグラフなどの必要最小限の機器類、のみですっきりしている。 客室床面高さは 181K とほぼ同じ 1105mm とした。屋根高さは 3385mm だが、天井は冷房ダクトを通した平ら天井構造のため、床面からの高さは 2050mm で 181K よりも低い。製造年による違い製造年度によって細部が異なる。 1976年製造者からは区ハ3 8 1系の貫通扉が廃止され100番台に区分された。モハ3 8 1系、モハ3 8 0系、サロ381型には、側面中央部付近の倉庫に非常口を設置したが、1981年の役も向け最終製造者では廃止された。電源。 制御機器 MM ユニットに付随車を一両加えたに、M1T の三両ユニット方式を採用し、M 車には、主制御機と抵抗機といった、主回路機器が、M 車には、電動空気圧縮機、終電装置といった、補機類、T 車には、電動発電機を搭載する。後述する改造車についても種車に準じている。主回路は抵抗制御を採用、主制御機は、 電動化無軸方式の CS43 である。主制御機1機で2両8機分の主電動機を制御する 1C8CM 方式で、総括制御は90シのけ91系、ジャンパ連結機により行われる。主電動機は591系で試験された MT58X 型をベースに、運用線区拡大を考慮して、容量アップをした。 一時間定格出力 120kW の直流直巻電動機 MT58 系である。原設計は三菱電機が担当し、MT54 型と同等の出力を確保しながら、200kg 弱の軽量化を達成するため、定格回転数が 2130rpm まで上げられた。 1974年12月落成者からは、リード線時下出しから端子箱方式に見直された、MT58A 型に変更。前述のように、回転数を上昇させたことにより、定格トルクが 57kgm まで低下した。歯車比は、特急系電車標準の3.50ではなく、 前述の低角トルク低下による軌道加速度の確保を目的に急行系電車と同じ4.21に設定し MT 比に位での編成を基本として加減速頻度の高い山岳線区での使用に適用させた。この結果一時間低角速度は従来の特急系電車より若干上がって時速7 2 0トルとなり高速性能も 軽量車体との相乗効果で向上した。許容最高速度は時速 120km である。終電装置は、菱形パンタグラフの PS16i 型をモハ 380K1 両あたり2機搭載する。サービス電源用の電動発電機は、メガヘルツ1 2 8 c d m 8 5 c をクハ 381K、サロ381型に搭載しており、 自社を含め最大3両までの給電が可能である。電動空気圧縮機には、メガヘルツ1 1 3 a c 2 0 0 0 m を採用する。運転台機器は、主管制御機は115系などで実績のある MC53、ブレーキ弁は、ME47 を採用する。各種、NFB は、女子側にまとめて配置されている。台車台車は、 新紙装置を組み込むことから本系列専用の台車が新設計された。軸箱指示には板バネを、枕バネには空気バネを用いたダイレクトマウント方式の DT42K、TR224 型を装着する。591K を用いて連接車と二軸ボギー車の場合で比較した結果、走行性能上に軸ボギー車で問題がないことが分かったため、 在来特急型と同じに軸母銀車で使用する台車と同様の形態としている。固定軸距は 2300mm、車輪系は 860mm である。基礎ブレーキは DT42 が踏みずらブレーキ、TR224 が一軸2枚のディスクブレーキである。この他、踏みずら清掃装置を取り付けて、車輪トレイル間の粘着改善を図っている。 紳士装置紳士装置により、車体を大きく傾けて、カーブを通過する2009年1月9日、白尾線美中川も駅、報告駅間戦術のように、本系列では、紳士装置を装備しており、半径400メートルの曲線における通過速度は、本速時速20キロメートルの時速90キロメートルを実現した。また走行時における乗客にかかる遠心力を、 軽減することができ、乗り心地を一般の車両よりも向上させた。半径400メートルの曲線は、中央本線や規制本線、和歌山北田鍋間の標準的な連続曲線半径の数値であり、これらの曲線を走行するとき時速90キロメートルで連続走行することができる、本系列の投入により、同区間を走行する特急列車の品の 黒潮の所要時間は、曲線を走行するときに減速を強いられる従来、車両での所要時間より、大幅に短縮することができた。本系列で採用された、紳士装置はこの軸指示式の自然紳士装置であり、これはカーブで車体にかかる遠心力により、コロで指示された車体を傾けるものである。5 9 1系と異なり心ざらい動方式は、採用していない。 5 9 1系での性能試験の結果から、振り子中心高さを上げた方が振り子作用がしやすく、乗り心地も良くなることが判明したが、むやみに上げることは、転覆限界の風速値が下がることや、振り子作用による、車両限界の接触から来る、車内環境の低下を避ける観点から、振り子中心高さは 2300mm、車体最大傾斜角は5度とした。速度が、 時速 50km 以下の時は、機械的に振り子をロックし、動作しないようになっている。自然進出式では、緩和曲線上で徐々に加わる、遠心力が振り子装置の静止摩擦力を打ち破った、途端、一気に、最大限度まで車体が触れるため不自然な揺れを生じる、ことに加え、カーブを走行中に、一般の乗客には、不慣れな縦方向の荷重が加わるという、 振り子式車両の特性もあり、車掌が、水格のために、酔い止め薬を常備していた逸話が残っている。なお、この機構の開発には当時名古屋鉄道管理局に在籍していた山内周一郎も関わっており、開発に相当苦労した経験から、振り子機構の導入には、消極的になった、と辞書で語っている。本系列の車両は、屋根状にパンタグラフを、 直接乗せているため、振り子装置を動作させると、カーブでは、パンタグラフの船体が傾いてしまい、河川への当たり方が通常とは変わってしまう。このため振り子装置を作動させて走行する区間の、河川は、一般の電化路線と河川の張り方を変える必要がある。そのため一般の電化線路を走行するときは、振り子装置を停止させて走行する。したがって、実際に、 新紙装置を使用する区間は、新規に電化された、中央再線、下野井線、紀勢本線、白尾線と山陰本線の一部と、半和線大鳥和歌山間に限られている。それ以外の区間では、河川や ATS など、地上の設備が補強されていないので、新紙機能を活かした速度向上はなされていない。黒潮用の車両では、新紙制御の実験が行われた。 また1985年は都西線で高速試験が行われていた。11月26日には時速 179.5km を達成し、雲や9万3000型が保有していた日本の狂気鉄道最高速度記録を25年ぶりに更新した。これは現在に至るまで日本における在来線の最高速度記録である。JR 以降後は 在来線の曲線の多い線区に対しては、自然進士式に比べて、乗り心地が良い制御付き自然進士式や、空気バネによる、車体傾斜方式を使用する車両の導入が進められ、自然進士式の営業用鉄道車両は、本系列のみとなった。座席は183系、電車0番台と同一仕様で、普通車が 910mm 間隔の紙。 リクライニングシート、グリーン車が 1160mm 間隔のリクライニングシートであるが、座席端部には取り手を設け曲線通過時の立ち、席客の安全に配慮した。なお最終製造グループの普通車では、座席の背もたれにロックがかかるように改良された。側で入り口は従来車と同じく幅リメートルの片開き扉を片側一箇所に設け、ドアエンジンも、 標準の TK100A 型が用いられた。客室と出入り口デッキの間の仕切り扉は、在来線で初となる、自動ドア式を採用した。自動ドアの動作スイッチは、新幹線0系電車と同じくマット式で、ドアエンジンは TK104 型が搭載されている。本系列特有の装備品として、運転開始直後に乗り物酔いが多発したことから、当初は、エチケット袋が、 各座席に用意された。なお現在では、エチケット袋は、黒潮、薬物の洗面台に用意されている。窓の日よけは、ベネシャンブラインドを採用した。これは5 9 1系の装備を踏襲したもので、開閉方式は5 9 1系の電動式から、手動式に変更された。なお後年に、JR 西日本での各種改装では、 一般的な横引きカーテンに乾燥。引き続き、ブラインドを維持していた JR 東海では、全車廃車となったため減損しない。冷房装置は、AU33 型集中式冷房装置を、床下に、各車一機搭載する。冷風は、各車両中央、左右二箇所の窓柱部の床からダクトを経由させ、天井吹き出口から供給される。本形式は、 新紙装置を装備している上、車体材料にアルミ合金を使用しており、加えて低重心化と床下スペース確保のため冷房装置をはじめとする多くの機器、部品が本系列専用のものとなり、他の在来線車両に比較して製造費用は高額となっている。実際に役も電車化の際には費用対効果の面から本系列の導入を見送り、 上越新幹線の開業によって、余剰となる1 8 3系1 0 0 0番台の転用が検討された。しかし、上越新幹線の開業遅れと、事情を知った地元が新車を導入するために、一致団結し、出雲市チーミアの車両基地、出雲運転区の建設が早く進んだため本系列の導入が実現した。北近畿登場時にも本系列を導入する。 予定であったが、国鉄最末期で、車両予算のやりくりがつかず、黒潮の全面本系列化での年出車両を主体とした485系で運転が開始された。高山本線電化完成時に、ひだへ投入する計画もあったが、電化工事自体が中止となり、その後に投入された、キハ85系機動車にも振り子は、装備されていない。 申請形式はもモ,ハ系モハ3 8 1八十は3 8 0百八十3 8 1ロ三百3 8 1系の4形式が登場した。当形式では、同時期に登場した1 8 3系と、同じく、食堂車やビュッフェ車は、当初から計画されていなかった。 もは381から69もは380から72区もは381から5区もは381から2社内1986年11月1日のダイヤ改正でヤクモの基本編成をサロ381型を連結したままで6両編成に短縮、年出した車両を黒潮全列車の381経過用に 転用するため三百381型を先頭車化改造した車両である。改造志向は、水田工場と後島車両所。本形式は、国鉄のアルミ車両では、初の先頭車化改造車である。種車の前一気に運転台ユニットを接合し、多脚機の増結を考慮してクハ四百八十型に、準似た構造の貫通扉が設置された。登場以来、役も、 に使用している。黒381から4、品よ用で、1987年ら実施された、品野の短編成化に伴って、サロ381型を、戦闘車化改造したものである。改造志向は10番台、50番台ともに、名古屋工場。運転台は、雲葉381型と同様、前、駅の車半準備室を撤去して、 簡易構造の貫通扉が設置された電気釜形の運転台ユニットを申請して取り付けている。1.2の落成日が国鉄最後の日である1987年3月31日で国鉄最後の新形式となった。末期には連結作業省力化のために全面貫通ホロを装着したままで運用された。2001年までに全車廃車となった。 品のようで、1988年の改正に伴う、品の単編成化に合わせて準備された車両である。1987年に区ハ381系、0番台を格上げ改造したもので、座席は10番台の展望室と同様の一列二人プラス二人がかりのフリーストップリクライニングシートとしている。1997年までに、全車廃車となった。 黒381から11品のようで1988年にサロ381型を戦闘車化改造したパノラマグリーン車である。全部約1、3は展望室で前頭部は全面展望を考慮し傾斜した構造となり、側面窓も拡大されている。日よけは横引きカーテンに変更された。 展望室内には1列2人プラス2人がかりのフリーストップリクライニングシートを3列配置し、床高さも従来より150ミリメートルかさ上げされた。後くらいは従来のグリーン室のままである。展望室の後方に車掌室を設け、展望室と従来のグリーン室を区切る形で、車両を中央部にデッキと出入り口を設けている。 先頭の運転台部分のみ構成となっており、車体との結合は特殊ボルトを用いている。相性表示器は LED 方式が採用された。1988年3月13日のダイヤ改正で使用開始され、パノラマグリーン車の車体構造は後継の3 8 3系にも引き継がれた。11が1998年に、12が2006年に、 13、が2008年にそれぞれ廃車された。11は、廃車ゴミの大田車両区に留置され、その後2011年3月に、リニア、鉄道館に移送され同所で保存、展示されていたが、2019年6月7日をもって、展示を終了し、同年10月までに解体されたため現存しない。黒380から1車内運転室、スーパークロシオ、 スーパーや雲用で、サロ百381型を、先頭車化改造車した、パノラマグリーン車である。改造は1989年に、スーパー黒潮用の1から5が、スイタ工場で、1994年に、スーパーや雲用の6.7が、五島車両所で施行された。黒381型と異なり、主車の後行きに、 全面展望を考慮して傾斜した構造の前頭部が取り付けられている。その形状は傾斜角度は異なるが、1988年に瀬戸大橋専用として投入された黒212型を元とした。同時に、車掌室を車半準備室に、車半準備室を洋式トイレ、洗面所に改造した。座席は一列二人プラス二人がかりの、 フリーストップリクライニングシートに取り替えられて、展望を考慮して、座席の枕の部分が少し小さくなっているのが特徴である。落成時の定員は44人。床高さは 100mm かさ上げされた。これに合わせて、側窓が髪型へ広げられ、窓の構造も普通の合わせ、ガラスに変更された。日よけもベネシャンブラインドから横引きプリーツカーテンへ交換された。 1>, 1から5は1996年に座席を新幹線0系発生品で1列2人プラス1、人掛けに交換したため6.7とは、室内設備と定員は異なっていたが、6.7も2007年から2008年にかけて、座席を新品に交換などがなされ、改造当初の座席はすべて撤去された。2006年3月で、スーパーやクモは、ヤクモ、 に統一されたため6.7は、役も、に投入されている。模三380から500に、スーパー黒潮の白浜駅における、増解決の効率化のため、増結編成の新宮側編成端部に連結する、車両として改造されたもので、1990年1991年に、水田工場で3両が改造された。非ユニット側の貫通扉を塞ぎ、 自動解決装置、電気連結機を装備した。増結編成単独で運行することはなく、運転台は設けられていない。2015年11月から2016年1月までに3両とも、廃車された。区ハ381から501、スーパークロシオの増解決の効率化のため、クロシオ用の区ハ 381K100 番台に、自動解決装置、 電気連結機を装備した車両で、水田工場で5両が改造された。モハ3 8 0系5 0 0番台と同一の装備である。黒381から139、黒潮、ヤクモ、ヨーでクハ3 8 1系1 0 0番台からの格上げ改造車である。黒潮ヨーは1998年、ヤクモヨーは2007年から実施されたリニューアルにより登場した。 座席は一列一人プラスに人がかりとなっている。黒潮用は新幹線0系グリーン車の発生品を改造の上使用している。番号は改造元となった区波3 8 1系の番号を踏襲している。佐波3 8 1 2 2 3 9 9 8年から実施されたリニューアルにより登場した。グリーン車。 普通車格下げ工事を行い、車両番号は、種ネと同じである。2014年12月までに、全車廃車となった。2007年から登場した、役も、用のリニューアル改造車で、洋式トイレの女性専用化、男性雇用トイレと喫煙室が新設されたが、2009年6月1日から、全車禁煙となったため、喫煙室が、使用中止になった。 定員56名。基本編成の2号車に連結される。車両番号は、種車プラス200である。2007年から実施のリニューアルによって登場した、改造区分。役も、全席禁煙化により喫煙室が設置されたが、2009年6月1日からは、廃止となった。岡山よりに雲葉381型を連結する。編成の2号車に連結される。 車両番号は、種車の元番号プラス200となる。381系1000番台の新旧番号表記、JR 西日本では、黒潮系統への287系の導入に、伴い、従来の381系は、北近畿地区の183系800番台、微変性を換えようとして転用されたが、北近畿地区では、 地上設備の関係から振り子機能を使用せずに運用されていた。しかし乗り心地改善を求める声があり、その目的としてクッションの役目を振り子機能で行うこととしたため、振り子動作時の限界に支障しないよう、傾斜角度変更改造を行ったグループとして2014年に381軽線番台が登場した。改造内容は、 車体傾斜角度の5度から3度への変更、台車枠への振りコストッパー調整版の挿入である。車両番号の表記変更は、従来の番号を、車体色と同じ色で塗りつぶし、その横に新番号が、黒文字で書かれたステッカーを貼り付ける方式が取られた。クモの自動解決装置取付工事試行者、自動解決装置取付工事試行者、 2016年3月より改造開始。薬も用の自動解決装置取付工事施行者。2016年3月より改造開始。国鉄最末期の1987年から普通車、指定席車の座席が従来の座席を改造したバケットシートとなった。リクライニング機構はそのままであるが、座席モケットの色は、 ピンク色と赤紫の2色となり、座席背面に大型テーブルが設けられ、廊下には赤色のカーペットが敷かれた。その後、民営化直後から1990年代初頭にかけて指定席車両のみ、リクライニングシートに交換するなどして、自由席と指定席の格差をつけた特急列車が多く登場したが、その講師となったのがこの役の編成である。 車体塗装は黒鉄色のままであった。その後、自由席車両も黒潮編成に準じた座席の改造が行われ、これ以降は自由席、指定席の区別なく量タイプが混用されるようになった。その後、工術の改造により、座席はそのままで、座席前後間隔の拡大が実施され、塗色も変更された。スーパー黒ロシオ旧塗色1992年。 京都駅、黒潮のグリーン車の利用像による高級化志向を反映し、また、若年層や家族客への需要拡大を目指し、海岸日を楽しませゆったりとした旅を施行すべく、1989年8月までに6両、編成4本が改造された。その後、1991年3月までに6両、編成1本と3両付属編成3本が追加された。 普通車では座席が従来品の改造ながらバケット式のリクライニングシートとなり座席背面には大型テーブルも設けられ簡易式リクライニングシートながら座席背面の構造に工夫を凝らしリクライニング角度を大きくとっているその結果 485K グレードアップ改造車の新品のリクライニングシートと遜色ないものになったグリーン車は パノラマグリーン車黒380型となり、車体長を 400mm 延長し前面に LED 表示器を採用。客室は定員確保のため4列席のままとなったが、高級感を演出すべく、運転席を含め茶系統を、貴重色とし2枚よりテーブル入り枕付きバケット式、リクライニングシートを導入、その他床の絨毯磁期化や座席部の 10cm、ハイデッキ化。 側窓の高さ9.6センチメートル拡大と、服装ガラス化、ブラインド撤去とカーテン化、二棚読書等や、マガジンラックの設置を行った。トイレ、洗面所は化粧板張りを基本にと用部より下を、タイル張りとし、洋式便器、自動給水栓、化粧鏡、紙タオルの設置と大幅な改装を実施。車掌室は、車半準備室に改装し、 手狭となったためにアイスクリームストッカーやジュースクーラーの代替として冷蔵庫が置かれタオル蒸し器やコーヒーマシン用のコンセントと取り付け空間が設けられた塗装はリゾート地区を走る特急にふさわしいものとして白地にみかんをイメージしたクリームイエローと太陽をイメージしたトリコロールレッドのラインを入れたものとし軽快で明るいイメージとした 付属編成が改造されるまで、多脚機の増結には、編成中間に三両を挿入する形を取ったため、編成中に、グリーン車が二両連結されるとともに、スーパークロッシを塗装と、国鉄特急色の混色編成を見ることができた。一時期は、サロ三百八十一でも、スーパークロッシを塗装が存在していたことがある。その後、工術の改造により、普通車は、 座席はそのままで、座席前後間隔の拡大が実施され、塗色も再度変更され、スーパー黒潮か未試行の編成と塗装が統一された。旧スーパー役も塗色パノラマ編成旧スーパー役も塗色区非パノラマ編成1994年12月3日の、スーパー役も運行開始に伴って改造されたもの。仕様は塗装以外は、スーパー黒潮編成に準じる。 塗装は、薄紫色地に青紫、白、赤紫の帯となっている。パノラマグリーン車黒380型も登場したが、従来のサロ381型を、パノラマグリーン車と同じ座席に取り替えた編成もある。その後、座席はそのままで、座席前後間隔の拡大が実施された。また2006年3月ダイヤ改正で、スーパーやクモの名称を、 ヤクモに統一したのに伴い、これまで、スーパーヤクモに重当されていた車両に、表記されていた、A 称、スーパーヤクモから、スーパーという表記と、ウエストジャパンレールウェイカンパニーの文字が除去された。スーパー黒潮、リニューアル車、ヤクモリニューアル車、黒潮系統において当分は381系を、使用することから、 姫野所属者のうち、黒潮用9両編成7本、スーパー黒潮用6両編成5本、3両編成3本の、計102両に1998年12月から2000年3月に、かけて、大規模改造が実施された。また、薬毛に使用される車両についても1997年4月より、同様の改造が実施された。 改造内容は普通車のシートピッチ拡大と座席の改造、グリーン車の3人がかり座席化、塗色変更などである。黒潮編成用車両の普通車は座席がスーパー黒潮編成用と同じ改良型化にリクライニングシートへと改造された。また、シートピッチを1000ミリメートルに広げたため、一部の席で側壁の冷房立ち上がりダクトと競合するようになり、 その部分の席は片側一人がかり席に変更されている。具体的には区波 381K の11番、模波 380K の6番、模波 381K の6番、左波 381K の12番のそれぞれ AD 席、黒 381K の4番 A 席が欠番となっている。グリーン車の座席は2列側は 0K。 ウエスト光グリーン車の転用である。また、トイレにあった小窓が埋められている。グリーン車、普通車とも、ベネシャンブラインドは取り外されて、横引きカーテンに交換された。黒380型と異なり窓構造はそのままで、ある。塗装は283系に似た白地にオーシャンブルー、青色の帯となり、この時点から、黒潮編成。 スーパークローシを編成とも同一塗装となった。列車ロゴマークは設定されていないが、681系以降の新造車で採用されている JR ウエストジャパンのロゴが乗務員室後部に追加された。薬も編成は、灰色地に緑色、黄色の帯となった。こちらは、スーパーやクモとは別塗装のままであったが、スーパーやクモを薬も、 に統一した後は混用されている。なお、ゆったり役も編成も、リニューアル、黒潮同様、冷房立ち上がりダクト側面の座席は、欠番となっているが、パノラマグリーン車に限り当該部分の座席が欠番となっていない。ゆったり役も、図書区2006年12月に、JR 西日本から、役も、編成のリニューアルが発表された。 2011年7月までに57両に施行された。主な改造内容は、座席を683系と、同等型のものへ交換、和式トイレの様式化及び女性用トイレ、男性雇用トイレの設置、喫煙室の設置、塗装変更など。改造が終了した車両には、ゆったり薬物の相性が与えられた。また、2007年時点で統一されていなかった。 薬も塗装及び、スーパー薬も塗装が、改造に伴い、黒潮用と似たレイアウトの白と赤系統のものに変更されている。これは、大仙の関節の白と、出雲大社の巫女の赤をイメージしている。その他、6両編成の2号車に組み込まれる、ハ三380型で座席を一部撤去し、車椅子スペースを設置した紙、バリアフリー工事が施行されている。 当初、2010年度までに、すべての編成に施行されると発表されていたが、6両が、改造対象から除外されて、廃車となった。3 8 1系は1973年に、中央再選特急、シナノで運用を開始し、1978年には、規制本線特急、黒潮に、1982年には、白尾線特急、薬毛 に投入された。1987年の国鉄分割民営化では、JR 東海に88両が、JR 西日本に189両が継承された。JR 東海には、新両電車区に配置されていた88両が、承継された。引き続き中央再選特急、品野を主体に運用されたが、383系の置き換えで1996年に、 定期運用を離脱し、波動用として残った編成も2008年に全敗となった。3 8 3系の開発にあたり、営業中の3 8 1系に試作した高速走行用のパンタグラフやシングルアームパンタグラフ、自動操打式台車などを搭載し、テストが行われた実績がある。三ノ・オ車両区には、 黒八十一から十一モハ三百八十一から一モハ三百八十から一区三百八十一から一の四両編成一本が保管されていたが、この区ち三百八十一から一の先頭車一両が二千十一年三月に開館したリニア鉄道館へ移設整備の上展示されている。同館には黒八十一から十一も展示されていたが、 2019年6月7日をもって展示を終了、同年10月に解体された。JR 西日本には、黒潮用として、ひねの電車区に配置されていた126両と、役も用として、出雲電車区に配置されていた63両が、承継されている。黒潮系統には1996年より、制御振り越式電車の283系が投入され、 3 8 1系と共に運用された。2011年以降、後継車両となる2 8 7系投入により3 8 1系に廃車が発生するとともに、2012年には、ひねの電車区から、福知山電車区に連続する車両が発生した。2 8 7系には、振り子装置など、車体傾車機能は搭載されていない。2015年4月、 JR 西日本は、北陸特急、白鷺で運用されていた683系の一部を直流化改造した289系を投入し、黒潮、ノトリ、木の先、橋立の381系を289系で置き換えることを発表した。381系は289系の運転開始に伴って2015年10月30日に、 紀勢本線、黒潮から、北近畿地区、河野鳥、木の先、橋立から引退し、3 8 1系を使用する定期列車は、ヤものみとなった。ヤもは、JR 西日本では、国鉄特急型車両を使用する最後の定期列車となり、2021年3月のダイヤ改正で1 8 5系の定期運用が消滅して、以降、 定期運用を持つ最後の国鉄特急型電車である。本節では主たる運用線区別の分類を行い、国鉄、JR 家具を通じて解説を行う。中央再線は、品野、半和線、紀勢本線は、黒潮、白尾線は、八雲北近畿地区は、コウノ野リ等を主体として記述する。特急、品野1983年東海道本線。 山崎駅付近特急、品の黒381系10番台2006年7月15日中央本線、春日駅中央再線電化開業に伴う1973年7月10日のダイヤ改正で特急、品の8往復のうち6往復で運転を開始した。これに合わせて、長野運転所に47両が配置された。 キハ181系機動車によって運転されていたに往復も、増備車の投入で1975年3月10日、ダイヤ改正で381経過され、所要時間の短縮及び本形式の大阪駅乗り入れが開始された。1978年10月2日、ダイヤ改正からは、1往復増発の、計9往復となったことから、11両が、 申請配置された。長野運転所への申請投入は、計88両となった。なお、導入後1年の時点で、長野工場で検査をしたところ、振り子作用の影響による車輪の摩耗が予想以上に、激しいことが判明し、予備車確保のため、1974年5月から1975年5月までの間、MM ユニットを減車した7両編成で運転した。 1982年5月17日の塩尻駅移転で中央再線しのの移直通列車のスイッチバックが解消したため編成の号車番号が逆転した。1982年11月15日ダイヤ改正では品の一往復が運転区間延長により大糸線白馬駅まで乗り入れるようになった。さらに上越新幹線開通によって 余剰となった1 8 3系のうち84両を長野運転所に転属させたため車両を配置に余裕のある新両電車区に88両全車が転属した。1985年3月14日ダイヤ改正では換算機には MM ユニットを減車した7両編成で運用されることとなった。ただし黒潮、薬務では所定7両編成。 変更時給料編成とされたのに対し、品野では、所定給料編成、変更時7両編成とされた。JR 東海には、新寮電車区に配置されていた88両が、承継された。分割民営化直前となる1987年3月23日には、ホームライナーが、名古屋中津川で運転を開始し、同年5月には、ホームライナーたじみとして、 名古屋多治見間一往復で運転を開始した。これらは、新寮電車区名古屋間の回送列車を利用した、ものである。1988年3月13日ダイヤ改正では、品の増発が行われた。同時に、編成の短縮化も行われ、1号車に、黒381型を連結した6両編成、及び4両編成とした。 六両編成での運転は、ダイヤ改正に先駆け3月6日より開始された。また、同年4月末までにパノラマグリーン車を連結した、編成も用意され、3往復で運用された。パノラマグリーン車を含む編成は、P 編成として限定運用となり、時刻表にもその旨掲載されていた。その他は、D 編成として、 黒 381K0 番台と黒 381K50 番台組み込み編成は共通で運用された。なお、多客機には4両編成を増結した10両編成、6両編成を分割して増結した9両編成、さらには6両編成を2編成連結した12両編成で運用する姿を見ることができた。同時期に普通車のアコモデーション改善も行われ、 普通車全車がフリーストップ型のリクライニングシートに交換された。1994年8月には3 8 1系の老朽を機えようとして3 8 3系試作車6両が引き続き1996年11月までに量産車70両が落成した。そして同年12月1日ダイヤ改正からワイドビューシナの そして、営業運転を開始し、本系列は、定期運用を失った。1996年度に、黒381系50番台組込み編成を、中心に48両が廃車となったが、残る40両は、波動輸送用として、P 編成2本は臨時、しなのに、優先的に使用し、残った車両は4両編成7本組み替えられて、 飯田線の特急、いなろ81号82号として運転されたほか、373系のダイソーとして、定期、いなロや東海道本線のホームライナーにも充当された。団体列車としても運用され、金光林として、山陽本線の根高駅まで入線したことがある。1998年2月開催の、 長野オリンピックでの波動輸送の終了後、1998年11月から12月にかけて4両編成6本、2001年に4両編成1本が廃車となった。オリジナルタイプの貫通系の先頭車は品の用のみに存在したが2001年までに廃車されている。2002年以降は6両編成2本のみが残されたが、2006年に1本が、 廃車され、もう一本の p に編成も2008年5月をもって、運用を終え、同年5月7日に、JR 東海浜松工場へ、廃車改装され、5月9日から12日にかけて、車席が抹消された。ふとじ、1996年11月から1997年3月に、かけて、廃車国鉄時代の381系特急。 黒潮半和線のホームライナー、半和ライナー大和地線のホームライナー、大和地、ライナー1978年の規制本線、和歌山新宮間殿下を機に、半和線、規制本線の特急、黒潮に381系が、新生投入された。殿下前の機動車特急、黒潮は7両編成であったのに対し、輸送力増強を図る点から、先行投入された。 特急、品野と同様の給料編成とされた。1976年に、規制宣伝科訓練用を名目として7両編成1本が、大鳥電車区に投入された。その後、1978年9月までに83両が、落成し、給料編成10本が配置された。作業平準化の観点から同年9月15日より一部、黒潮に重当され、 翌10月2日から、黒潮7往復で、営業運転を開始した。なお、381系、黒潮運転開始に合わせて90両すべてが、ひねの電車区に転属している。機動車時代の特急、黒潮は、名古屋新宮天皇寺間で運転されていたが、新宮殿下を機に、天皇寺新宮間電車特急、黒潮と、名古屋木勝浦間機動車特急、 南紀に、系統分離された。黒潮の電車化で余剰となった和歌山機関区の機ハ80系機動車は、36両が、名古屋第一機関区へ転属して、特急、南紀飛田へ転用されたほか、2両が、向こう町運転所、7両が、鹿児島運転所へ転属して、老朽車の置き換えに、当てられた。残る29両は、廃車となったが、 廃車対象車の中には1960年に東北本線で日本初の機動車特急、初狩りに投入されたボンネット型のキハ81型も含まれていた。1980年10月1日ダイヤ改正では、急行、木の国の一部を格上げする形で、黒潮が10往復に増発された。これに対応する18両の新生投入をもって、 姫の区への3 8 1系申請投入は終了した。1984年9月からは運用前を利用したホームライナー泉が朝晩に3 8 1系で運転された。1985年3月14日、ダイヤ改正では換算機には MM ユニットを減車した7両編成で運用されることとなった。また、 4往復残った急行、木の国を格上げする形でさらなる黒潮増発が行われたが、車両受給の関係から3 8 1系の追加投入は行われず、4 8 5系が投入された。1986年11月には、ホームライナー泉が運転区間を和歌山まで延長すると同時に、班はライナーと名称を変更した。また、 所要時間が3 8 1系に比べると伸びて、しまうなどの弊害から 485K へ、黒潮は3 8 1系に置き換えられることとなり、出雲電車区から18両が転属し、季節列車に往復に充当された。特急。 マホロバで運用される C 編成2010年4月から6月に、運転特急、役も増結用として運用される C 編成、国鉄分割ミニエーカジには、JR 西日本に126両が継承された。1989年3月11日ダイヤ改正では、黒潮が4往復増発した15往復とされ、グリーン車を連結しない6両編成が初めて、 定期特急運用に充当された。また、同年7月22日には、天王寺駅構内の改良工事が進行し、半和線と関西本線を結ぶ、短絡線が完成したことから、大阪環状線、梅田貨物線、東海道本線を介して新大阪まで5往復、京都までに往復が運転されるようになった。同時に、スーパークロシオを運行開始するにあたり、 一部の車両に対して改造工事が施行された。1998年12月からは C 編成を除いた大半の車両がリニューアル改造された。C 編成は1996年7月31日から2 8 3系の営業運転が開始されたことに伴い、定期、黒潮運用を持たなくなり、以降の定期運用はホームライナーのみとなった。 多脚機の臨時列車や団体列車に重当されることも多く C602C604 編成はスノープラウ水揚げ装置水抜き搭載といった体幹大切工事が施行された年末年始など多脚機には薬物の増結のためごとを総合車両所出雲支所に貸し出されることもあった2010年12月30日から翌年1月3日にかけて k t r a 0 h k の故障や、年末年始の輸送力の確保で 183K が不足したため、福知山線、山陰本線の特急、北近畿のダイソーとして運用された。黒潮スーパー編成、黒潮アコモ、編成2010年3月13日大ヤ開成時点での運用列車を以下に示す。以下、1号車に、 黒380系パノラマグリーン車連結編成をスーパー編成黒381系グリーン車連結編成をアコモ編成と記す2011年3月12日ダイヤ改正ではホームライナーの廃止とシングル発着の黒潮がに往復削減されたこれによってアコモ編成の定期シングル乗り入れと C 編成のひねのくでの運用が終了した C 編成4本のうち C601 編成が廃車となり C602C604 編成は福知山電車区に貸し出され2011年3月12日のダイヤ改正から同年5月31日まで北近畿より解消されたコウノ野リの287系での運用分のうち一部列車にて車両が出揃うまでのダイソーとして運用されていた ダイソー運用終了後、同年6月末までに C 編成は廃車となった。2012年3月17日ダイヤ改正では381系を機会用として287系が運用を開始し、アコも編成が黒塩3往復、スーパー編成が黒塩5.5往復に充当されていた。同年6月1日の287系、 追加投入によって、アコモ編成は、定期運用から離脱し、同編成の4号車に設置されていた、パンダシートは、同年7月23日からスーパー編成に設置された。運用を離脱した、アコモ編成63両のうち、40両は、編成を短縮して6両編成6本と4両を編成1本に組み替えられ、追田工場で、 国鉄職に戻された上で、福知山電車区へ転属し、2013年春までに、同数の183系を置き換えた。なお、編成から外された造結ユニットの内もは車ゃ8両は、スーパー編成へ編入され、玉月で同数のもは車を置き換えた。残る給料は2012年度内に廃車となり、 残る六両は増結用として残留予定とされていたが運用されなかった。六両のうち電動車四両は2014年8月に発生した集中豪雨による故障者を置き換えようとして2014年10月28日付で、福知山区に転属、残る佐波381系二両は同年12月19日付で廃車となった。2015年3月14日、 ダイヤ改正以降、スーパー編成が、黒潮5.5往復で運用されていたが、2 8 9系の投入により2015年10月30日を、もって、運用から離脱した。上述の通り2015年10月をもって、黒潮運用から離脱し、2016年3月までに、基本編成の HD604 編成6両と、付属編成の区波381の、 計9両が、後藤総合車両所出雲支所に転出、HD602.603605 編成計18両と、付属編成の残り6両の計24両が廃車となった。さらに2016年4月12日付で最後まで、残った HD601 編成6両が廃車され、水田総合車両所ひねの支所への配置はなくなった。ふと 廃車河川付き、福知山へ転属太都寺、B 編成から、編入河川付き、出雲へ転属白尾線電化試運転列車1982年、岡山駅、役も、国鉄職1982年7月1日に、白尾線、山陰本線の倉敷放棄退散地意味屋間が、電化され、白尾線いくらいし間と山陰本線、米子安木間が複線化された、 この電化に合わせて、チーミア駅付近に、出雲電車区が新設されるとともに、1981年から1982年に、かけて381軽給料編成9本が、新請配置され、1982年7月から、岡山出雲市間の特急、ヤクモ、で運用を開始した。機動車時代の、ヤクは、岡山出雲市、 マスダで運転されていたが、電車化を機に、出雲市マスダの運転は廃止となった。八雲の電車化で年出された与那ゴ機関区のキハ181、K は、70両のうち20両が与那ゴに残り、松風、浜風に、43両は、向町運転所に転属して、浅潮、を、浜風に転用されたほか、木刺し 180K7 両は、廃車となった。 1984年7月21日、山陰本線東松江松江間の踏切で、役も1号の踏切事故が発生し、先頭1両目の区波381から132が大破した。同社は、車両需要の逼迫などの理由から、復旧工事が行われることになり、車両メーカーからの出張工事も行われた結果、 クハ381から132は1985年4月25日に後藤工場を出場して復旧した。1985年3月14日、ダイヤ改正では、換算機には MM ユニットを減車した7両編成で運用されることとなった。1986年11月1日ダイヤ改正では、 一応複増発されることとなったが、基本編成は6両に短縮された。これは、特急、黒潮に重当されていた485系を381系に置き換えるためであり、各編成から3両ずつの系27両を、抜き取りそのうちの18両が485系置き換えようとして、ひねの電車区に転属した。 クハ381型が不足するため、各変成の6号車は、戦闘車化改造を行ったクモハ381型を連結する。また、指定席車両のグレードアップ改造も行われた。クモハ3 8 1系約も1988年やそば駅付近、国鉄分割民営化時には63両が、JR 西日本に継承された。 分割民営化後から編成の短縮化が見られるようになり、一部列車では普通車のみの3両編成となるものも現れた。また、1994年12月3日からは、速達列車であるスーパーやクモが運転を開始、塗装などを変更した専用編成が用意された。スーパーやクモ編成以外の車両は、1997年4月からの リニューアル改造志向に合わせて、緑と灰色のヤクモ色に塗り替えられた。予備車両の関係から、多脚機を中心に、スーパーや雲編成に、通常のヤクモ色の車両が混結される場合があった。2006年3月ダイヤ改正で、スーパーや雲がヤクモに統合され、混色編成が見られることが多くなった。また、同改正より、すべての役も、 二グリーン車が連結されるようになったことから、三両編成での運用がなくなった。2007年4月3日から、内装や塗装をリニューアルした、ゆったり役も編成が登場した。現在は、すべての列車が、ゆったり役も編成で運転される。区派381から113比較2015年11月以降、水田総合車両所ひねの支所を呼び、 福知山電車区から計11両が転入している。方向幕は幕式のままで、号車番号、特急サボ受けなどが撤去されずに現存している。2016年3月に自動解決装置を新たに装備したクモハ381から502と、モハ380から569が誕生し、この改良で、 クモハ381から502に2はさらに専用の赤いスカートが取り付けられている。その後さらに11両に自動解決装置が装備されている。黒潮色であったひねのししょ転入車6両編成1本は2018年9月21日に5両が2018年10月5日に1両がそれぞれ廃車された。2019年4月1日現在 後藤総合車両所出雲支所に62両が所属しており、役も15往復に充当されている。役も2は2022年度以降、新型車両の導入が計画されており、381K は全車を置き換えられる予定である。ふとじ、関屋コモ改造車、コウノトリ2011年3月30日 381K。 木の先2011年3月ダイヤ改正に合わせ、福知山線、山陰本線北近畿地区183系の置き換え用として、46両の287系が、福知山電車区に申請配置されることになったが、このうち21両の落成は、ダイヤ改正の後となることから、姫野区に所属するグリーン車非連結6両編成3本の貸し出しを受け、 2 8 7系の全数が揃うまで一時的に、コウノトリで運用された。2 8 7系の投入が完了した5月末で、定期運用から離脱し、車両は、ひねの電車区に、返却の上廃車となった。2012年3月大赤い姿勢で、黒潮に2 8 7系が投入され、余剰となった3 8 1系エアコも、編成が6両に、 短縮の上で、ひねの区から、福知山電車区へ正式転入し、同年6月1日から1 8 3系の運用の一部を置き換える形で営業運転を開始した。その後も、順次、ひねの区から転属し、最終的に1 8 3系 b 編成置き換え前と、同じく40両が所属した。北近畿地区への転用にあたり、塗装が、 国鉄特急職に変更された。3 8 1系は2013年3月大夜改正で、京都単位後鉄道偶復線、宮津線に乗り入れる、橋立にも充当され、河野鳥、木の先、橋立の1 8 3系を完全に置き換えた。北近畿地区の3 8 1系運用線区では、山陰本線、福知山線、宮福線、 宮津線ともに振り子装置は固定されていた。2 8 7系の導入後に、乗客から3 8 1系の乗り心地に関する苦情が多数寄せられたため、調査と試験走行を実施した結果、振り子機能を復活させることで、横方向の揺れを抑えられることが確認された。ただし、振り子の最大傾斜角を設計値の5度とすると、振り子車両に対応していない。 地上設備に支障するため、最大角は3度に抑えられている。2014年6月頃より順次改造が行われたが、この仕様変更で新たな番台区分が生まれ、各編成とも元番号に線を加えた線番台となった。2014年8月の豪雨では、福知山線を走行中であった FE63 編成が、 丹波竹田駅で浸水する被害を受け、自走不能となった。当該編成は、水田総合車両所に改装され、修復不能な中間車4両を、余剰車と差し替えの上、営業に復帰した。福知山電車区の3 8 1系も2015年10月31日より2 8 9系に置き換えられ、定期運行の国鉄色の特急列車が全廃された。 2015年12月から2016年3月までに FE65FE66 の4両編成2本 FE621FE631FE641FE651 の2両編成4本と FE62FE63 の区波381を除く 計6両の22両が廃車され、FE62FE63 の区波381、計2両は、後藤総合車両所出雲支所へ転属した。これにより2016年4月時点で、福知山電車区配置は16両となった。さらに2016年4月12日に、FE61FE611 の4プラスに、両編成1本が、 同年6月6日に FE41 の黒381を除く3両が、同年7月25日に FE64 の4両編成1本と FE661 の2両編成1本がそれぞれ廃車された。2017年3月31日付で最後まで、残った黒381-1104が廃車され、福知山電車区の381系配置は、 亡くなった。河川付き、出雲へ、転属1998年に廃車となった車両が、美濃大田車両区に留置されていたが、2011年の、リニア、鉄道館会館に伴い処遇が異なっている。黒381-1104。ありがとうございます。